なに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 、急に足場危なー、ほんとにちょっとずれたらもう終わるだろ、これ宝箱ある。さあ、ここ霊峰ガガゼと歌姫は通さない。怖っ。通れるのは召喚士とガードだけだと。やばい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 、落ちるんじゃねこれ。あ、落ちた。え、なに、ファイト一発的なイベント、ちょっとボタン連打しないと落ちるぞ。大丈夫だ。あ、ちょっとここ、いちいちいちしとこうかな。サムネ大丈夫ではないと言え。大丈夫はない。むしむし、こういうのね、サムネにするとね、YouTube でね、なんか警告食らうよね。ユーナレスカ様のさ、おっぱいをサムネにしたらさ、あの、赤くなったからな、動画が。ひどいな。ファイト一発。あー、なんかすげえな、このメンバー。露出が高え、今回、マジで。てか、女性陣しかいないの。なんかさ、FF102 って、やっぱ FF10 とは違うノリがあるよね。あ、ほら、また自分だ。もう大丈夫。ユーナ、リュックを頼んだぞ。任せろ。了解。やってきましょうか。さあ、ここが最初のダンジョン。ユーナ、リュック任せたぞっていうか、リュックが、はや、俺、落ちる、これ、急げ、急げ。落ちる、もしかして。あ、大丈夫だ、大丈夫。よかった、落ちるかと思った。アクションゲームじゃないからな。アクションゲームらしいよ。ジャンプアクション。あぶね。え、俺、バツボタンの。タイミング失敗するとさ、これマジ落ちるんじゃない。バスで登る。ところぼこあるから、ここジャンプしたくないな。こあえてさ、ジャンプしないでさ、え、下に降りることができる場所は、あ、ほらほらほら、だバツを押さずに行って取って戻れなくか、あ、指輪をゲットしたということは、一番 HP が低いユーナさんに雷半減。本来はあれか、ユーナがガンナーで、パインが剣士、うん、で、リュックシーフ、これがデフォルトか。とりあえずデフォルトにしておいて、適宜変えていくような感じにしましょうか。わかった。で、登ってジャンプして、危ね。ユーナすげえな。へえ、なんかアクション要素が加わったんだね。これじゃ近づけないね。リュックの衣装、リボンすげえな、腕に。こっちは別に何もない。基本マップに従っていく。あ、またセーブ。行き止まりか。あ、あ、あ、だね。ジーンのあれがある。謎解きの可能性すらある。早速？この機械動くかな。動くかなって場合は動くんですよ、それ。あ、でもリュックが触るべきなんじゃないか。ユーナさん一番機械に弱いでしょう。大丈夫それ。ドーンと落ちるんじゃないの？ほら、あー危ね。シンドラーかもしれん、このエレベーター。大丈夫かな、これ。これエレベーターと言っていいのか。エレベーター、あー落ちた。怖え。ほらー、やっぱそうなるんよ。止まった。これ一方通行じゃねえの。一応下にもなんかあるね。大丈夫か。大丈夫ないかも。あ、ユーナまで映った。大丈夫ない、つらいか。ひひきだよ。仕方ないな。確かにな、推しユーナだからな、完全に。で、なんか、え、赤矢印があるとこ行けばいいの。ジャンプ、ジャンプ、おー危ね。もう落ちないでくれよ。なになに、ジャンプ、ジャンプで、こっちに行って、行き止まり、登っていく。こっちから登る。登る。すげえな、アクションゲームみたいな。あ、落ちないのがこう良心だわ。これ落ちるゲームだったら、お、敵出んのこれ。エンカウントした。うわー、これさ、普通に杖敵じゃなかったっけ。懐かしいな。エレメンタルとか、エレメンタルとかクイックトリガー、エレメンタ、わかんない、 R1 ちょっといろいろ変えてみようかな。っていうか、ユーナのあの剣ってあれに似てない、キーラの武器なんだっけ、名前忘れた。
で踊ると。倒しちゃったよ。誰？なんか犬がいなかった今。あれワンって言わなかったっけ今。ブブランだよ、覚えておきな。ああ、あの泥棒。おっぱいだね。なんてこと言うんだい。これだから素人は。さんどこ見てんの。構うと面倒だから適当に。そこの聞こえたよ。だから素人は嫌なんだよ。本物のスフィアハンターってもんを全然理解できない。あ、まさかこれボス戦。私たちをつけてきたくせに偉そうに。待て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 、なんかな。回復しとけよかった。偶然だよ偶然。やっぱりお嬢の言う通り、こいつらをつけて正解でしたね。笑うんじゃない。ちょっと待て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 、ちょ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 、 うちのユーナさんがやべえ。暗闇直してないわ、回復も怠ってるわ、もう最悪ですよ。サノーから行こう。ホワイトケープサノー、ウノを盗みながらサンダース。ユーナの回復しなくて大丈夫。景気よく吹っ飛びな。16 5シさん、ほらサボってんじゃないよ。いいですか、なんとかして。気合一発回復しよう。回復の判断が遅くないですか。終わった。ちょい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 待って、ポーションをきちった結果を使うっていう最悪の展開になっております。すまんかったって、ちょっとちゃんと回復しよう。やばい、敵が賢い。的確に言うな狙ってる。このゲームむずいかもしれない普通に。え、ちょっと、このゲーム俺無理かもしれない。シスさん、シスさんの主人公は寝るんですか。ちょっと待って、なんで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 、どういうことこれは。ティーダいなくなったからってユーナ寝かさないでくれますか。じゃ違う、ちょっとじゃあ私もうリュックをこれ攻めればいいんじゃない。ほらもうケチキすんなって。もうでもすぐ死ぬんだけど。もう寝た。ちょっと待って、すぐ死ぬんだけど。3回目ですよ。強くない？あ、かわいい。待て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 、こんなことがあっていいのか。俺は FF10 経験者だぞ。そうせよ、プラチナ取ったんだろう。いや、苦手なんすよこういうの。で、これでポーションをかぶせればいいってこと。そうだな。ヘニオ、俺、このさ、慌ただしい戦闘超苦手だからダメなんすよ。何考えろ、状況に応じて判断をしていけ、臨機応変にいけ。そう苦手なんよ、ウェイトモードにするべきだったかもしれん。でも今なんか一瞬ウェイトモードになってる。ほらサボってんじゃないよ。多分 R1 クイックトリックは連打か。先行せっか。サンダーが来る。どっか飛んでって。とりあえず一人落としたい。オッケーだ。連打してみた。エンダーでよかったのか。50 9。これ早めの回復かもしかして。立ち位置変わったからソニックハリセンが二人にしか今行かなかったな。よくわかんねえんだよな今。すげえな、俺状況全然見れてないわ。頑張れ、慣れろ。トイ君さ、うん、俺の代わりに目となってくれ。どういうことだ。わからん。天の光、嵐の牙よ。無理だろ。よし、クイックトリガーがいいのかどうかすらわからん。ちょっと景気よく吹っ飛びな。シーさん、コマンド入力をもっと素早く。回復か、回復か。ユーナが死ぬ、ユーナが死ぬ。ユーナ回復しよう。ユーナ回復して、急いで回復しの。行きます。で、ルブラン攻撃、クロマルブラン。さすがにもう一人だから倒せるだろう。盗むか。あ、なに余裕が出てきたらやっぱ盗むんだ。そうだね。かわいくなって、クイックトリーこれ着せ替えゲームかもしれない。なんだ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 。着せ替えしすぎだろう。
で、盗んケンケンしないでさ。あ、ちょっと、アルバンをティオラ盗んだ、オッケー。サンダで、ルブラン、早技ギロ盗め。お、ジェシの大好きな盗みが結構盗んでないか。やべえ、下手すぎだろ、さすがに。すまん、これは本当に練習するわ。ペニをたくさん使ったな。手加減してやってるのに調子に乗るんじゃないよ。ありがとう、これ素直にありがとうだわ。本気出されたらやばかった。ずるい。ひどいよこれ。いやー、アクティブモードで慌ててしまうから、もう何をやっているのかが全く分かんなくなってしまっている。冷静に行こう。さあ、ミッションスタート、追いかけろ。あ、これ向こうより早く飛んないとダメなんじゃね。どんな邪魔をしてくるか分からん。シス、寄り道してる場合じゃないぞ。頑張って、あ、インに行けってこと。多分インを回って、でもこっち登って、スタート、宝箱ある。任せろ。でも宝箱とかに釣られたらこれ負けるんだろうな。宝箱いいんですか。いや、重要。俺すぐ死ぬから。いや、これ負け、多分負けても進むと思うぞ。燃えてきたよ。はい、ケチケチしないでさ。ポンポン。剣士強くない普通に。うん、よっしゃ。雑魚戦剣士ありだな。ペニオ結構普通に入るし、よかった。無駄にしてもそんなに悔しくない。あれ、どっち行くの？ん？こっちか。実は大丈夫か？え？こっちか。そこに入るんだ。お、待っててくれた。疲れたの。ゆっくりしていけよ。ありがとう。雑魚からやるか。のたくってる。ちょ、この暗転中もさ、時間減ってんだけど。実は急げ。冷静なれ。お、ジーンだ。バツ押していく。これ左右とかに何かあるんじゃないのとか言ってたら間に合わないの。おこっち正解もしかして。起動する、左右で起動してから行かなきゃいけないのか、これは。なるほど。右も起動しながら4分20秒、間に合うか。何かが動いて沈んでいく。お、これで真ん中がおそらく落ちたんだ。あ、宝箱。お、左。アクセサリー、氷系。戻れん。何、そういうこと。どういうことだ。あ、ジャンプしないとこうなる。あ、で、ここがジャンプできるようになったのか。ん、できない。右から、どうした。右から左、こっちにジャンプして、こっちにジャンプして。アクション要素あんだこれ。大変だな。急げ急げ。ジメジメしてるのは嫌なんだよ私は。さあ、申し訳ありません。こっちに行って、とりあえずでも時間かかるから、コンプはあれだな、2周目ということでどんどん進もう。これは祭りだわっしょい。なにこれ。おい、お前寡黙なタイプだろう。こういうのやらないんじゃないのか。気合入れようか。あ、お祭りやる前に終わってしまった。ちょっとパイン祭りだわっしょいにしてみたが、シュールだ。3分ででもさ、真ん中くらい、あそこになんかアイテムがあるが、この際スルーするしかないのか。後からいけるかな。お、出てきた。お前ら歓迎してやりな。さあ、祭りだわっしょいの力を見せるときが来た。剣士が強えんだよな、普通に。普通に剣士が強いが。あの人間みたいなやつって、あれ、魔物なの？あー、お祭りってそういうこと、微妙かもしれんな、これ。よっしゃ。お、いたいたいた。やばい、もうだいぶ登ってるから、ね。なるほど。これは間に合わないんじゃないか。マジ急げ。行き止まりだね、これ。こっちじゃない。間違えた。ちょ、待って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 、こっちじゃない。どこで間違えた。
上に行くためには、なんかここに手前のやつ、ここになんか四角があるけど、別に何か行けるわけでもない。手前の枝っぽいとこやっぱジャンプするんじゃない？ここか。ほら。で、上に行って、お前ここセーブしたら詰むパターンじゃない？あ、セーブポイントの前に、あ、落ちかけてるけど。指踏め、指踏め。鬼畜だなぁ。見るんじゃないよ。あ、これは絶景かな。一番重い人がさ、あれ下にいるのにさ、すげえ頑張ってる。セーブは違うところに。あ、ちゃんとセーブ開けてる。最悪やり直せるようにしとこう。なるほど、あいつら宝箱取ろうとして落ちたんだな。じゃあ私宝箱だけもらってきますわ。マッスルベルト、助けてあげるよ。おお、助けらんない。助けなくていいだろう。あ、しまったな。回復しとけばよかったかもしれない。上で何かきっとイベントがある。フラグ、え、なんかボスっぽいのがいる。エボンジュじゃないこれ。やっぱりいると思ったんだよね。思ったよ。来るよ。さあ来たボス戦。やってか、幸先不安すぎるなこれ。まあ、勝てるだろ、敵は一体だ。ボリスパイダー盗む、お祭りしてゆく。ナイプラ的なのないのか。きついな。パワーブレー、HP 大丈夫だったな。これでおしまい。あれじゃない、セーブスフィア触ってたから実は回復してんじゃね。してたね今ね。でパワフル入ってるから戦う。鉄壁っていうのもお祭りしちょっとやめたいな。ガンナーにしよう。で盗むも、もうリュックさんも盗むからちょっと変えて。ガンナーのガンおかしくない？あ、違う、そういうことか。こっから変わんのか。なるほど。おい、特定のジョブから特定のジョブに変わるときに、ああやって演出が変わるんだ。今からお前は敵じゃない。撃たれるだけの標的だ。ちょっと連打が。あ、でパワーショット覚えたぞ。剣士にする。そして剣士が多分火力あるから、盗み終わったら火力ある職業に。変身しすぎだろう。変身を見るゲームなんだなこれは。な、分かってきたわ。そういうことか。これで可愛いっていうゲームな気がしてきたわ。あ、パワーブレ以外もちょっと使えるようになりたい。26、今言って、ガンプレイ、パワーショット、痛い、ぶっ放してけ。31はまだパインは大丈夫かな。24、微妙。普通に剣士で殴ってるのが強い説もあるが、弱っ。ダメだ、クイックトリガー弱いな。普通に前作最強技だったんだが、見た目がなんか硬そうだもん。サンダーっていうのが多分正解っすかね。そんでもないか。あ、でもやったー、倒せた。さっきのバトルと比べたら楽勝だな。いや、成長よこれが。私のもうすでに成長した。ここから凄まじい成長を見せるから、二次曲線的な。やった。え、なんか上にさ尖ってる何かがあるんだけど。あ、落ちなかったんですね。よかったっすね。うん、私にはわかるよ。そのスフィアはスカだね。スカとかあんの？あんたたちにお似合いそう。若さの勝利。さすがリュウ。ではいただきます。スカをゲットした。なんだこれは一体。ミッションコンプリート。ゲットしたスカは星のペンだと妖精のピアスからの。別にそのスフィアを手に入れたわけじゃないんじゃね。あ、違うのか。パインちゃんにマッスルベルト、銀縁メガネ、そ
そして氷の指輪リュックブリザード使えるようにしときながら、今手に入れたスフィアが別に手に入ってなかったが、このあと何かがあるのか、イベントか。兄貴、任務完了。兄貴、そっちで会わなかったか。え、兄貴行ってしまった、もしかして。どういうこと。ユーナを追いかけて。兄貴行方不明。FF102 はあれだな、戦闘が本当にさ FF10 と違うから、そこを覚えるのが大変かもしれん。死んでるんだが死んでるんだが、大丈夫か。ちゃんだろ。おこのさ、ユーナがさ来たらさ、一瞬にして元気になる。このざまだし。無事なんでしょ。はったかはったか。スフィアの解析頼む。ちょっと待って。何あのなんか子供が履いてる靴みたいな変な音鳴ってたんだけど。ピョコピョコってなった。スフィア見る？もう解析できてるし。あ、これで見れんのか。解析早いな。この子優秀ですからね。シンラ。FF7。それしか出てこないだろう。あれ、ここ見たことある。マジ。夢の世界、この世界はさ、もう、この世界を召喚しているエボンジュは消えたはず。わ、見にくい見にくい見にくい。なんか本当に整理券が手に入るとはな。ブリッドボール、あの人と握手できるなんて嬉しいな。え、貴重なスフィア。残念なスフィア。スカスカ。でもドレススフィアにはなるし。あ、なるんだ。え、クロマ同士だって普通にいいやん。情報だ。カモメ団構成員は配置につけ。おい、いつまでやってんだ。地域に。どんな情報？お待ちかねのお宝スフィア情報だ。リサイド島に少なくとも1個、ザナルカントの遺跡にも最低1個だ。ねえ、どこ行く？こうやってスフィアを集めていくのが FF102 なのかな。なるほどね。いろいろアクティブリンク情報が出てくるから、その順番とかで物語が変わってきたりするのかな。アクティブリンク、アクティブリンク。出撃前にミッションセレクトメニューの見方を教えとくぞ。左に並んだ地名がこの飛空艇で行ける場所のリスト。で、アクティブリンクが表示される。事件の匂いがプンプンする。アクティブリンクってとこに、まあ、行けっていうことですね。なるほど。どっち？あ、難易度が出てる。へぇ、解析の結果、星が多いほど敵が強くなる。カモメ団どこに行く？さあ、これで選べる。あー、アクティブリンクがここと、ザナルカンド遺跡なんてレベル高いんじゃないの？これめっちゃ4やん、これ。アクティブリンク以外のとこも行けるってこと。そうだね。とりあえずさ、そしたらビサイドと3だよ。ミッションスタート。ビサイドとランク3。一瞬で始まった。うわー、ここさ、俺わかる気がする。なんかさ、闇に染まった召喚獣が出てくるんじゃないの。ここでセーブしとこ。あと襲われるのかわけもわからず。これさ、魔物ってさ、なんだっけ、異界送りしてもらえなかった人がなんか魔物になるとか、そんなんだっけ。うん。でもまだこの世界魔物がいっぱいいんのか。家へ帰る。こんな気分なのかな。リサイドへは旅立ってから初めて。お前さ、今の格好で帰ってったらみんなびっくりするぞ。都会に染まったな。完全にさ、大学デビューしちゃったもん。あ、無口な。